3分でわかる。本元明菜。どうも、唐揚げ大佐です。この動画では、バシッと3分で、本元明菜さんについて紹介していくぞ。本元明菜、1996年8月5日生まれ。血液型 B 型、身長153センチ。所属事務所、ジャストプロ。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーで、様々な角度からラブライブに貢献している。そんな彼女の生い立ちを見ていこう。1996年8月5日、鳥取県に生まれる。父親が日本人、母親が中国人のハーフ。小学1年生までは日本で過ごした後、中国語を話せるように、との父親の考えで。小学校2年から中学校3年まで、7年間を、中国で過ごす。そのため、日本語、中国語ともにペラペラで、逆に、自分で両国語の区別もつかなかったほど。高校入学に伴い、日本に帰国。大阪に居を移すことになり、長くを過ごす。その後、もともとのアニメ好きもあり、声優を目指すため、東京ダンス、俳優、舞台芸術専門学校に入学。それと同時に、声優養成所、八百万、ボイスラボも受講する。2016年には、朝の NHK ドラマ、トト姉ちゃんに、エキストラながら出演。そして、2018年、中国語スキルを活かし、日中合作アニメ、直感、アルゴリズム、キリン、カッコリンジン役に抜擢、デビューを果たす。デビュー作から、生放送、モーションキャプチャー仕様という異色のスタートであったが、しっかり演じ切った。その後、邪神ちゃんドロップキックの脇役、ゲームの声を当て、下積みを築く。また、2019年12月には、自身の YouTube チャンネル、明菜さんちを開設。ラジオやゲームを、完全セルフで配信している。そして2020年10月、運命の時が訪れる。ラブライブ、スクールアイドルフェスティバル、オールスターズ、小乱入役で出演。が、そんなスクールアイドル同好会をぶっ壊すような展開に、リリース当日から Twitter は荒れに荒れてしまった。無論、大本自身は何も悪くない。この暗い話には、触れないわけにはいかないが、ひとまず置いておく。いいね。登場は2020年10月であるが、すでに2018年の時点で、乱入役に内定していたという。時期としては、サンシャイン2期が終了したあたり。当時は中国人キャラということは決まっていたが、乱入という名前は決まっていなかった。だが、ゲームリリース延期などの影響で、かなりの期間、出演に待ったがかけられてしまっていた。また、大本自身、ミューズ時代からの古参ラブライバーで、スクフェスの腕もかなりのもの。2021年には、ラブライブスーパースターの音響協力を担当。リエラの中国人メンバー、理由に、微妙なニュアンスや、演技、作品の雰囲気などをアドバイス。作品作りに、大きく貢献することとなる。さらに、同年8月31日には、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会に正式加入を果たす。翌9月1日には、虹学の生放送に、初出演した。また、21日には、小泉萌香、内田修とともに、同好会内ユニット、リバースを結成し、生放送を行い、さらに、10月6日には、ユニットのファーストシングル、モンスターガールズが発売された。13日には、虹学のフォースアルバムが発売、虹ヶ崎のアルバムに初参加。12月19日には、前述の理由とともに、全編中国語での、生放送スペシャル番組を配信。さらに12月31日の大晦日には、カウントダウンラブライブに出演。乱入として、初めてパフォーマンス、クイーンダムを披露。2022年1月には、リバースのファンミーティングが開催。2月26、27日には、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、フォースライブ、ラブザライフ、ウィーライブに出演。4月2日からは、虹ヶ崎のアニメ、2期が放送開始。蚊の騒動を打ち砕く、素晴らしいシナリオ、キャラ設定変更により、多くのファンに、乱入が受け入れられ始めた。これもひとえに、大本の努力や、生放送での活躍あってこそである。今後も、ラブライブに可能性をもたらす、大本明菜に、ぜひ注目していただきたい。といったところで、Life is Love Live、大本明菜のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。